上がれていきます。とても簡単な作業のように思いますが、麺は細く生の状態ですので、お箸でつついてしまうとすぐに傷が入り、乾燥をさせた時に切れて落ちてしまいます。ですから、お箸で麺を傷つけないように丁寧に入れていかなければいけません。またこちらの作業は麺をさばくだけではなく、伸ばすという作業も含んでいます。麺は細くなりますとどんどん乾燥し伸びにくくなりますので、麺が完全に乾かないうちに作業を行っていく必要がございます。そしてこちらの長さでおそうめんは約160センチまで伸びております。最初にお持ちした麺の約3倍の長さでございます。ただ先ほどもご説明いたしましたように、